今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日はカラスマお池のゆうこうさんという人気のラーメン屋さんに行ってまいりました。結構並びました。行列になっておりましたよ。麺屋ゆうこうさんということです。八九というのが牡蠣、あさり、しじみなどのから出し取った一番人気ということなので、八九850円言ってまいりました。この会計の出しやのに、このね、あれですね、レアチャーシューがこんなたくさん入ってて、これで850円だったら結構というか、かなり、コスパがいいというか安いんじゃないでしょうかね。これ豚って結構高いのに、これ3枚も入ってるんですよね。で、麺もね、しっかりと、した麺でございましたよ。塩分がね、かなり、あっさり系の、だしなのでなんだと思うんですけど、かなり塩分が高い感じは否めなかったんですけれども、しっかり貝の、だしが、出て おりました、僕的にはちょっとね、お湯で薄めてもいいぐらいかなという感じだったんですけどね。こういう貝系のラーメンって今、貝系の塩ラーメンってすごい人気ですよね。で、このレアチャーシューなんですけど、僕、個人的にはレアチャーシューよりも普通の薄いチャーシュー、油がいっぱい入ったチャーシューの方が、好きではあるんですけれども、まあこういうラーメンにはやっぱり、あっさりとした、こういうレアチャーシューの方が多いんでしょうね。シナチクは美味しかったです。この竹の形したやつですね。というところで、場所はこの辺です。カラスマお池を下がったところ辺、これ市場から町下がったところにもあるんですけれあったと思うんですけども、そこもね、なんか行列していましたね。というところで、今風の、ラーメン屋さんでございましたというところでございます。今日食べたご飯サクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。